はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロストーン2、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ例によって編成は終わってるんで次へ行きましょう。多い人が多い。ふう、全くえらい目にあったの。みんなが戦ってる間社内で分析したんだけど、何か分かったのでしょうか。博士に詳しくお聞きしたいと思います。ご本、どうやらこの浮遊島は、ん、なんだ全体を、なんだ何が起きた。とにかく隆起1号を出さないと。すぐに。この何個だ、 1,2,8 個か。8個の柱が復活する。うわ、水の色が血のように赤く。崩壊が止まったか。ここはよく崩れなかったな。ふう、危なかったね。ねえ、そっちは無事？あ、ここは大丈夫だ。向こうにもいるわね。大丈夫なの？隆起1号がないぞ。こっちも間に合った。だが、そうなの、博士が隆起1号に乗り込んだまま落ちたのよ。なんてこった。でも乗り込んでるなら変形は間に合うはずだよ。今はそれを信じるしか。博士、心配だな。でもどうして急に崩れたんだろう。わからねえが、この島の中身が丸出しだ。なんというか禍々しい感じだぜ。なんだこの力の流れは。行き先は中央のあそこか。穴が開いているの。ナインナインがいた場所ね。すごい力が渦巻いているようだ。入ってみるか。危険です、セガタ。先ほど破壊したカプセル状の物体に近い反応です。何ですって。とうとうたどり着いたのね。100の極地にようこそ、坊やたち。さや、ここにいたのか。100の極地じゃと。ひゃはー、よく来たぜ。うん、ここまでたどり着くとはな。ふう、牛や馬も偉くなったものだね。最初はセリフもなかったくせに。おう、遅れてごめんしてです。遠くまで吹っ飛んでしまいましたのでね。大間のウサギさん、ナインナインに乗って爆発してましたよね。脱出装置でもついていたか。イエス、上が開いてますからね。スポポーンと飛び出したんかい。油断ならんやつじゃぜ。そんなわけで我ら大間のエージェント総出で歓迎しようかしらね。さや、ここは何だ。何をしようとしている。100の極地とか言った。それがこの浮かぶ島な名前なわけ。ああ、その通りよ、なっちゃん。かつて行われたつくも計画、それはこの地を作り上げ使用することだった。使用するとは何をでしょうか。何ができるのか一言いただきたいと思います。世界を一つにすること、様々な時空、世界を混沌の中にまとめ上げること、それが我ら大間の望み、最終目的なの。それがてめえらが絵を描いた101体計画ってやつか。ああ、それは一段階前に必要だった計画。つくも計画の際に起動装置の役割だった99は破壊されたの。101個のパーツに分かれて様々な時代や世界に飛び散ってしまったのよ。それを拾い集めるのがその名の通り101体計画というわけだな。この島から伸びる金の鎖は各世界に飛び散ったパーツを指し示すためのものだったんですね。次元のほころび、揺らぎを拡大する力もあるけれどね。それが渋谷に出ていた鎖か。街を揺らぎだらけにしよって。ああ、ごめんしてね。白神の目覚めに少し力が足りなくて。白神だと？そう、白神。あなたたちが卵を返してくれたおかげで無事に生まれることができそうよ。卵、もしかしてさっき壊した緑のカプセル。ナインナインに力を与えていたあれのことね。ナインナインは百神とコンタクトを取るために必要だった機体。
そして彼女が百神よ。巨大なエネルギー反応を感知しました。この浮遊島の中央、来ます。足がありませんな。足なんてただの飾りです。偉い人にはそれがわからんのです。 うわ、でかい、こいつが。これが大魔の最終兵器、白神。百の神と書くのか。白神、いや、こいつの頭と上半身、見覚えがある。そうじゃな、頭に角が生えたりしとるが、これは間違いないぞ、レイジ。どういうこと、レイジ、シャオム、こいつを知ってんの。ああ、以前の事件でな。さや、白神というのは、つくもの頭と上半身を進化させた兵器か。ふふふ、そういうこと。私もちょっと懐かしい感じがするかしらね。あの計画は俺たちが潰したはずだ。それならば。待て、レイジ。これ以上、時間稼ぎをさせるな。ん？何？ああ、その白神というマシン、まだ起動していないな。てんてんてん。確かに、うんともすんとも言わんの。止まってやがる。早すぎたんじゃ。延々とネタ明かしをしてたのは、こいつが動くまでの時間稼ぎだろう。卵から生まれたと言うとったが、まだ寝ぼけとんかな。だから大間の連中は、ガン首揃えていながら動けねえんだな。シート。ヌー。勘のいい奴らだぜ。あん、ほらほらみんな。私たちには私たちの役目があるでしょ。焦ったりしちゃダメよ。おう、そうでしたね。しばらく動けませんのです。どういうわけか知らねえけど、奴らは動けないらしいぜ。これはチャンスだよ。起動する前に倒すことができる。はい、注目。こんなこともあろうかと手は打ってあるのよ。申し訳ないけど、お願いしてもいいかしら、ジェントルマンたち。ジェントルマン？おお、こいつがいたね。そういえば、しょうがねえな、助けてやろうじゃねえか、この俺が。黒い顔つき、どうしてあなたがここに。言ったよな、力が必要だと。そのためなら俺は何だってするぜ。あなたの望む力なんてここにはありません。世界を混ぜ合わせるつもりなんですよ、大魔は。大いに結構じゃねえか。巨神界も鬼神界も混ざっちまうなら、それを外側からぶっ壊すこともできるってことだろうが。こいつ、もう見境がなくなってやがる。ああ、シグマもいたね、そういえば。まったく凶暴なレプリロイドよ。だが、相変わらず面白いやつ。ババが消えた今、我が新しき軍団に欲しくなってきたぞ。シグマ、お前も大魔にそそのかされたのか。貴様の体はシグマウイルスの暴走で崩壊寸前なはずだ。なぜここまで来た。だからだよ、ゼロ。異世界の力に興味があると言っただろう。その異世界が全て一緒になるとしたら、そこから生じるエネルギーを使うつもりか。思い通りになるなどと思うな。時間がないのでな。手段は選んでいられないのだよ。こいつもいた。そういうこった。追い詰められた悪党は怖いぜ。俺も黄金の種を奪われちまってよ。これ以上なく怒ってるんだよ。魔人カムズ、あなたまでこのような場所に。奪ったのはあなたでしょ。被害者のような言い方はしないでください。はっ、あんな腐れ種なぞ、てめえらにくれてやる。もっとすげえもんがあるじゃねえか、ここによ。大豆、厄介な連中にピンポイントで声をかけていやがる。ふんふんふん、時は来たようだな。そしてここがその場所だ。ふん、貴様も来たか、パイロン。これがあなたが魔界で言っていた世界が面白くなるってことね。その通りだ、魔界の無魔よ。融合した世界、どれほどの規模になると思うかね。私のコレクションとしてそれを超えるものはないかもしれん。そこに住んでいる私たちはどうなんのよ。君たちもまた世界の一部だ。私は全く構わぬよ。いや、構うよ。おう、ミッサヤ、これは豪華なメンバーなのね。うん、そうでしょ。これが本当の名を冠する者たちってこと。大魔よ、立ち合わせてもらおう。新世界とやらの誕生にな。
これはこれはシグマ様、特等席で見ていらしてね。奴らをぶち殺しただけで世界は混ざるのか。俺を利用できるだなんて思ってねえよな。そんなにキリングしなくても OK です。次元誘拐弾を落とせばそれでジ・エンドなのね。次元誘拐弾、なんか急にすごそうな名前が出てきたよ。名前からすれば爆弾かミサイルか。うん、そういうことだ。それが落ちたとき世界は変わる。落ちたとき、つまり透過するタイプの爆弾ということですか。そんなものが一体どこに。キャッハー、てめえらの乗っているそれだよ。なんじゃと。透過する爆弾って私たちが乗っかってる。え、これなんですか。もうよりによってそんなところに乗るなんてね。仕方ありませんよ、周りが崩壊したんですから。崩れない部分に乗ったらこうなったんだよ。はっはっは、こりゃちょうどいいぜ。落としちまえばまとめて肩がつく。そうもいかないのよね。これが起動前に乗られちゃったから。ならばどうする。彼らに降りてもらえばいいのかね。あん、大丈夫。誰かが乗ればそこに揚力を送り込むから。我々を起爆装置にしようというのか。ふんふんふん、面白い。来るか。敵の目的ははっきりしたな。まさかこれ自体が爆弾だったなんて。だけど離れるわけにもいかなくなったな。ああ、一発でも落とされるわけにはいかねえ。敵をこの上に乗せるなよ。ここに立って、ん?立てこもってても自利品になるだけだ。撃って出て押し返すとしますか。待て、奴を、百神を見よ。ふう、間に合ったよね。彼女のお目覚めよ。随分時間を稼がれたからな。最悪の状況になっちまったぞ。てんてんてん。ついに我は再び力、自由を得た。我が名は百神。百の世界を滑る者、つくも計画、最後の試験体より生まれた神の座たる存在。閉ざされた次元の狭間を抜け出すため、かつて我は半身を失わねばならなく、その不完全な99は破れ去り、その体は101に分かったよ。だからこそ我は新たな体を作り上げたの。101のうち2つのかけらを使ってな。アリスケの男、レオノゾ、我はこうして再び写し世に立った。これよりあらゆる世界に次元誘拐弾、揺らぎの歌を投下す。世界は融合し、新世界が生まれる。そして我はその名のとおり神となるのだ。世界は交差し惹かれ合い、光も闇もやがて溶けて一つになる。その通りだ、アリスケの男。それこそが王魔の夢、世界の始まりだ。それはもう始まっている。この舞台から、この空間が引きずる感覚、揺らぎの影響か。そう、やがては全てが飲み込まれる。揺らぎの歌の投下を邪魔さす。新世界を見ずしてこの場で滅びるがいい。101個に分かれたかけらのうち、どうしても見つからなかった2つ、それが白神。101体計画がたどり着いた答えよ。100の神がこの世界を混沌へと導いてくれる。それは素晴らしいことだと思わない？レジ、
敵はスーパーヘビーウェイトじゃ。油断するでないぞ。分かった、すべてを終局へ。変わらないのね、坊や。そういうところはあの人とそっくりよ。さや、これで本当の決着だ。今度こそ地獄に落ちろ。そうね、そうなるのも運命なのかもしれない。坊や、白黒をつけましょうか。101体計画の成就のために、その先に待つ素晴らしき新世界のためにね。白神を倒す、敵ユニットが3本の石柱のどれかに侵入すると負け。ちょ、全員出れるっしょ。まあ、カスタマイズそのものは終わってるんで、ユニット配置変えてもいいけど、まあ、このままいきますか。3本の次元誘拐弾揺らぎの歌の発射を阻止しよう。敵が侵入するとその時点で発射されてしまい、ゲームオーバーになります。うん、 OK。 ついでに百神も倒せと。これ大丈夫、百神。なんかこれは敵を待った方がいいのかな、それとも、まあ、空中を飛んで侵入されるっていうことは多分ないから。あー、ここの舞台ちょっとまずかったかな。行くぜ。行くぞ。あ、ちょっと待って、全然動けねえじゃん。先にこっちを出さないと。準備はいい？そうだな、この入り口あたりでみんな集まって待機しよう。私ね、ショータイム。大丈夫よ。レッツゴー。これちょっと弱いからな、後ろにいよう。戦いか、構わない。よし、ここで。分かったわ。お待たせ。イエスター。ん、あ、こいつもまだ動いてないのか。よしか。大丈夫です、私が相手です。いいぜ。よし、 OK、 これでいいでしょう。ここら辺であとはちょっと陣形を整えて。なんだ、ダメージ食らってるぞ。あ、この赤い血の川に乗ると200食らんで、おお、反撃がでゲームだった。お構いなしに来るな。海、この任務私が受け、もらった。手裏剣、手裏剣に外さない。任務よ、悪く思わないで。そこへ行く。目標殲滅。つい邪魔だ。敵ってこれ普通の敵でもダメなのかな。気絶した。アイテムで回復させて、じゃあそろそろちょっと例によってプラズマフィールドを展開しよう。行くぜ。こいつは射程が長いからな、そもそも。これか。私が援護するから。バイオン、いける。逃がすのダメだ。この調子なら前に出なきゃ。そっちこっちよ。俺は大きく振りかぶって、バンドを抜け突き抜けろ。こんなんじゃ全然打ち足りないって。いやいや、さっ、よーし。何マスくらいなんだこれ。始めましょう。この 1,2,3,3,4 マスだな。4マスを封鎖すればなんとかなる。私がやるね。痛い痛いダメージを食らう。あ、こいつ硬いんだっけ。ここは一気に片付けます。やっしゃ、食らいついて。後ろに引き込む。もらったな。ここで立ち止まってはいられない。でもまあ普通の攻撃で倒せるな。あ、プラズマフィールド張ってるからか。そうだな、ちょっとここら辺で。あ、パイロンが来るんだ。しまった、ここを封鎖しとかないと。レインボーブリッジ封鎖できません。行くよ。まあ基本待ちだな。こいつちょっと前に出るでしょ。
ガードを外す。で外れそうな時にこいつを召喚して、締めくくりはこれよ。20年早いんだ。なんだかんだでバーチャファイターも37レベルか。これでいいんじゃないかな、ここのフォーメーションは。あと下部隊、チュンリーの必殺技ちょっと使っちゃおうかな。ここら辺、まあ3体だけど微妙に倒せない。もう少し蹴られてみて。どうしようかな、アゲパフェを1個使おう。でここで2体入れよう。さあラブだ。なかなかいい動きだったぞ。でこいつで、まあ絶対倒せるでしょ。ガードを外して終わりだな。34か、ようやく。まああとはマッチでいいんじゃないかな。ちょっと竜を出すか、ここら辺に。ミッション開始。やばくない？こいつらの思考回路がな、敵を倒すことをメインにするのか、それともこの中に侵入してくる。おお、なんだなんだなんだ、マジかよー。パネルを食らった。強え。これヒットポイントマックスで持っとかないと。お、パイロン気絶した。やったおか、私の本気見せてあげる。ここは見過ごせません。これはもうプラズマフィールドは必須だな。これが私の最終兵器。運命って克服できる。じゃあお構いなし。え、こっちすげえ。やるからね、私たちに任せて。フライパンでとどめだから。これでどう？これでとどめ。ま、これを使っておしまいだな。よく言えば黒男の身ってやつ。こういう。おお、12万。こいつも、あ、5万あるね。ライドアーマー部隊はブロックが硬いやつらだから、なるべく反撃で倒したい。シグマとパイロンか、こっちは。今度パイロンはなんか気絶しだしたから全然ほっとこう。おお、の戦いの後はおで必殺技をね食らうとかなり危険だから、ヒットポイントは終わる前に常に 100% に保っておかないと。よみがえらせるアイテムもそういっぱいあるわけじゃないですからね。ザ・ワールドにリズムゲームのよ。これ現行犯だ。スプラフロッパー、逃がさないで。クラレオケでブーケット、行くぜ。歯を食いしばれ、ドラゴンウィング。何度戦っても新たな改善点が見つかる。ここはカムズと誰だ。敵が多いな。おお、こいつらも来んのか。キャハハ、ようやく追いついたよ。ニューヨークの魔人ランマル、こんな大変な時にそこをどきなさい。今全世界の危機なんだよ。全てが融合すれば僕たちのニューヨークだってなくなっちゃうんだ。いいじゃないか、それなら。そこに新しい国を作ればさ。
前向きにも程があります。どうなるかすらわからないんですよ。混沌と混ざり合った一つの国、覇王たる主を再び迎えるにふさわしい。おう、蘭丸、手を貸してくれるのですか？ああ、いいよ。奴らに乗っている台座を落とせばいいんだろ。イエス、私たちしばらく動けません。同じウサギ同士、助け合っていきましょう。慣れ合うつもりはないよ。僕は僕のやり方をするだけさ。ならば俺たちも俺たちのすべきことをするだけだ。ジェミニ、覚悟はできているな？イエスさん、ニューヨークの魔人、最後の生き残り、蘭丸、ここで決着をつける。まあやっぱりこれは街だろうな。まずはパイングミを使って大神を回復と。で、プラズマフィーブを展開させて、あとはもうこっからちょっと、どうなんだろうな。分散して敵を倒しに行った方がいいのかちょっと悩むけど、悩むけど行くか。あいつはまだ絶対来れないでしょ。俺たちが援護する。燃えちまえ。一生懸命やるからね。フライパンでとどめだから。よし、なんだよ、地味な攻撃だ。倒しにかかろう。いいですよ。攻撃こそ最大の防御なり。これで一斉に攻撃しましょう。いいね、おじいちゃん。はぁ、まずはおいて、ワイヤン、みんな敵から離れてください。見ないで。キルカ、カッター、僕を見ている。お父様、体は大丈夫ですか？オケ。またちょっとチュンリーを使うか。もうこれは4体は適当。けらえー、いいね。後半息切れしちゃった？もっとスタミナつけ。オーラー、一気に消し飛んだ。でまたちょっと XP を貯めながら。わかりました。俺、ちょっとタイミングがよろしくなかったな。お前も達人だった。我に敵なし。こっちに行くか。よっしゃ、これで大丈夫でしょう。通過はできないと思うんだよね。ガリガリてか、セーブしとこう。また一旦ごとに。ターンの始めにセーブをしないと、ターンの終わりにセーブしてハマるともうどうにもならないからな。さて、気絶しているパイロンを殺すか、先にシグマを殺すか、悩みどころだな。リンゴを、リンゴ3つ食えば 90% 回復するんで大丈夫でしょう。まあ、パイロン動けないからやっぱシグマだな。こいつらは多分、餌食になるけどしょうがない。攻撃力の高いやつ。1014。990。1042。1060。1078。横とか取りたいからな。ブロック向こう。これあれじゃないか、射程位置上げて、なるべく遠くから狙えば、さらに他の人も攻撃ができる。見えた、攻めるなら今です。インパルスエッジセット。インパルスエッジ、おい、
うん、次普通の攻撃で倒せんな。シグマの格好いいね、あの頭から埋まってく。シグマのキャラではない。倒せるか。はっはっは、いけるか。ランダム、何が起こるかよくわかんないけど、かけとこう。7000。ガードを外さないとダメか。こいつで外してもらうか。あ、外れた。早い。いや、無理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 。絶対無理。攻撃した意味すらない。いくつだよ、当たったの。371。そして必殺技を使われ死んでった。さらばだ。ちょっと一旦、おー、危ね危ね危ね。これで重なったらリセットもんだよ本当に。仕方ない、こいつらを投入するか。真相究明します。お顔が同じだ。足つけないし、ヒントクラッシュ、無理に押し、それでは撃ちます。シグマの叫び声が聞こえた。お、2レベル上がった。 OK、 間に合わずか。面白かったのだがな。終わりだシグマ、俺たちの勝ちでな。イレギュラーは倒さなければならない。それが誰であってもだ。ふんふんふん、勇ましいな。誰であっても、それが本当かどうか、次に蘇った時にでも見せてもらうぞ。なんだとシグマ、お前に次などない。ふんふんふん、私は何度でも何度でも蘇るんだ。もしその時が来たとしても X は変わることはない、絶対にな。ゼロはまだ覚醒してないな、これで。パイロンはとりあえず、こっちはもう片付いたな。あとカムーズか。カムーズを倒すための XP を貯めないといけないから、これもこれはね、すぐガードを外せるんで。貯めらえば負けよ。イレギュラーはどう、たまらんね。ということは、ちょっとこいつで、うわ、すっげえ射程だな。攻撃しよう。こいつこんな射程あったっけ？なんか発動してんのか？俺たちに任せてもらう。こっちの作戦。そう、抜刀流の王に掲げるわ。任せて。これで決めちゃうからさ。お、自立してる。もう撃っちゃおう。ジャックポット消し飛べ。よし、ここも一応なんか覚えた。片付いたな。グワー、ワルキューレ、てめえはいつもそうだ。大勢の連中に助けられやがって、てめえ一人じゃ何も。そうかもしれません。ならばなぜあなたは一人なんです。クズどもの手助けなんぞいらねえ。俺は俺の力だけを信じるんだ。それがあなたの弱さなのです、カムーズ。わからないかもしれませんが。わかりたくもねえ。炎マンとかいたじゃん、炎マンとか。大女神様、かの者がいつか祝福されますように。じゃあちょっと今回はこれで大丈夫かな。こいつらのヒットポイント、まあ、こいつは死んだままにしておいて、どうせ生き返ってもまた死ぬだけなんだから。あ、完全防御しとこう。あ、そもそも溜まってなかったじゃん。まあいいや。うおー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 、普通の攻撃が強えな。うおーおーおー、マジかよ。気絶かよ。これまたちょっとチュンリーに全体攻撃を頼もう。チュンリーの全体攻撃はかなり役立つな。鍛えといてよかった。ま、少しでも XP を。せめて50まで貯まれば。止まんない。49%。いや、まあ別にいいんだけど、デビルスター使えば100たまるし。防御不能、反撃不能、1万か。すっげー食らった今。14000。お化粧が落ちてる。私たちに任せて。
空できるの。あれ、来たれ、我がしもべたちよ、揺らぎの歌を響かせよ。また増援か。これ何、誰。ま、そう簡単にはいかんわな。本腰入れてくるみたいやで。俺たちがやることは変わらない。敵軍を押し返しつつ白身を打つ。攻めと守りのバランスが重要。名監督となって見極めるのだ。どうしようかな、ここの舞台もなんか突然こんな近くに増援が出るとかないよね。まずパイロンを倒さないといけないから、先にここら辺の舞台を殲滅させるか。パイン組を送って元気100倍。なんで毎回こいつにマスが合うんだ。さてさて、1個使いますか。サンドイッチ使おう。でどうしようかな、雑魚だな。そうすると行くわよ。回転かけ合い、螺旋の動きで飛燕のごとく変えましょう。切り抜けるって。締めくくりはこれよ。これで決めろよ。雑魚的なチェンジでちょっと倒しておきたい気もするけど、どうしようかな。まずこいつを後ろからいけるかな。特に何にもないな。横か。ててブロックかて。外せるかこれ、背形だけで。いや絶対無理だな。おお、最後か。おー、いいね。一撃で倒せるんだ、これも。ざまあねえぜ、この体を手に入れて。俺はまた、体が機械だからって本当の強さは手に入らないわ。それを理解できなかったからあなたは負けるのです。ぐっ、この短パンの妹。また XP を、この雑魚を倒して稼ぐか。あ、大神に攻撃させればよかったかな。聞けろ、そこだ。おりゃ当たるな。おお、ガードが外せなかった。おりゃ当たるな。 XP1 も上がってなくね、今。克服できるのか。大神攻撃できるか。おはい、天地一瞬。スターグラディエイター出撃。スターライトシューター。硬いですね、やっぱり。これで勝負を決める。ハッピーブラックホール。これで勝つ。これで終わり。お、最後の最後。10% くらい稼いだぞ。さすが大神さん、プリンの次に素敵です。こっち41レベル、38か。横から行くか。一応援護が入れるところで。ブロック、みんなブロック外しだな。エリカ君、多くの仲間たちと共に。ハンマー判定を受け、竜巻の術だ。おい、ワイト、終わりだ。ビッグの術で締めくくります。いやー、さあ、次なる戦いへと。よし、ここも落ち着いたな。あとここのちょっと雑魚敵軍団をなんとかせんとあかんからと。いいね。強い。あとはランマルが近くにいたな。一気に片付いた。さて、あいつら来るのを待つか。あ、こいつだね。こいつを倒さないといけないね。気絶してるからな。一旦レイジで横から取って、ブロック向こうはもう関係ないし。これ 15% ってアップするのかな。反映されるからな、アタック。今1042でしょ。これを使うと、おっとおっと、当たったっていうか上がった。1146になった。え、これ重ねがけ効くの。
あ、効く！マジか !1251、1355。ちょっと、調子に乗りすぎた。いや、すげえな。これはじゃあ、プラズマフィールド2回展開するのもありなんじゃないか？最後の最後だ。なんか、システム的なものを理解して、今更かよっていうのもあるけど。じゃあね、パイロン。なんか、かっこ悪いな。我がコレクションにしたかったぞ。混沌と混ざり合った美しき世界を。残念だが、それは私のものになるのだよ、パイロン。違うでしょ、デミトリー。みんなのものなの。私は眠りにつく。だが次に目覚めたとき、君たちがいないことを望むとしよう。さあ、それはどうかしらね。少なくともダークストーカーは残ってると思うわよ。こちらの寿命どれくらいなんだ。待ちだな、これはちょっと。あ、こいつ死んだまんまだ。いや、死んだまんまで。かわいそうだけど、しょうがない。だってもう戦力外なんだから。よし、このターン、どうしよう。1個リンゴくらい食っとくか。 OK。 来るねー。死んだ。レイジとシャオムが死んだ。7万とか。後ろ向いてるからか。あれも後ろとか関係あるんだね、やっぱり。これもここに来て初めて知った。あ、使ってよかったかな。どうすっかな。待つかな、やっぱり。なんか攻めすぎていきなり増援が出てきても困るし。まずレイジを蘇らせよう。これはちょっと必須。危ない危ない。ジン・カズヤを蘇らせるとこだった。さてさて、アップルグミを1個使おう。ユリフレーム、そっか、さっき食らったのか。少し引くか。ここだから食らうんだよね、要は。射程どこまでだっけな。こいつはちょっと倒しておきたいな。 X 攻撃届くか。あ、届くな。プラズマフィールドはちょっと展開するにはもったいないから、今回はお休み。援護してほしいでしょ。アルファ総攻撃を開始しよう。総攻撃だ。スタイルランチャー、スタイルランチャー、スタイルランチャー、スタイルランチャー。最大出力で決着をつける。キャプテンコンロ、ミッションコンプリート。いや、やっぱりだいぶ違うな、攻撃力が。あるとないでは。まあこいつはここでいいかな。後ろを取るか。こいつは少し長期戦になりそうだな。まあ、長期戦って言っても次のターンには絶対殺せるけど。降りてくるの待とう。私もまだ納得いってない。届かないな。でこっちも大丈夫。うん、ちょっと待とう。このターンは待ちで。103あるな。完全防御しよう。一応見てみるか。5くらい。これを完全防御するってほんとすげえよな。反撃で死んでもらおうか。あ、大丈夫か。反撃できねえかと思った。悪を滅ぼす。それが死ぬの炎だ。一番もし当たるか。これ厳しいんじゃないかな。それが世の常だ。キャプテンコルド、倒しちゃおう。もうめんどくさいし。さよなら。
お前は僕に情けをかけた。あの屈辱忘れない。主、僕はあなたの復活を今も。乱丸さ、爆発することにみんな違和感覚えないのかな。彼らは頑張ってくれたわ。さすがに坊やたち、こんな戦いを超えてきたんだ。今さら負けられん。ヘイミスサヤ、チャージは OK なのです。アネゴ、俺はもうはち切れそうだぜ。おいおいはなかった勝手に作っちゃったよ。あん、準備はいいよね。じゃあ行きましょうか。了解。あ、ボスキャラを全員倒すとまたなんかあるんだね。出てくるね。降りてきましたね。何のためにあそこにいたのでしょう。再試験の結果、オーマのエージェントから記録と合致するエネルギー反応があります。以前も観測されたということか。どんな反応なんだコスモス。先ほどの戦闘で緑色のカプセル状の物体から発生したエネルギーと同一のものです。白神の卵って言ってたあれか。その力でナインナインは再生していた。もしかしてサヤやシースたちは自分の体を使って百神にその力を送っているの。彼女らが今まで動けなかったのはそのためか。十分に力を蓄えたから降りてきたと。おそらくな。ふう、コスモスちゃんがいると隠し事はできないのよね。始末しておくべきだったけど今さらよね。さて、白神が安定するまでここは私たちで何とかしましょうか。わかりました、さや様。白神に送る力は私に集中してよろしくね。キャッハー、わかってますアネゴ。おう、それではレッツビギン。ああ、相手になる。白神の再生能力がナインナインと同じだとしたら、それを失わせるためには大間の幹部たちを倒す必要があるな。ちょうどいいさ、奴らとは決着をつけなきゃならない。ああ行こう。ただ次元流階段の防御も忘れるな結局はそういうことか。さて、 XP を貯めないとな。もう 4% しかないからな。今こそ発想を逆転させる。意義あり。いや、でもプラズマフィールドのあるないでやっぱだいぶ違うな。倒せねえ。まあまあ気にしない。このゲームの要だな。はいはい。まあ反撃はできねえからしょうがないとして、そんじゃ結構食らいますねやっぱり。おい、遊んでやろうかの。だから1万6000も結構怪しいよな。いや倒せるな。え、動かないもしや。来たれ、尽きることなき我が手足を。何人か派遣するか。なんかもうモリモリ出てきます。トカゲの尻尾をいくら切っても無駄だ。頭を潰す。なるほどね、攻めに行けと。守りを何人か残しつつ攻めに行けと。レイジは持っていくか。全部で何人いるんだっけ。 1,2,3,4,5,6 か。死んでる人合わせて。じゃあこい、2人しか派遣できないな。コスモス派遣するか。ちょっといいや、ここもちょっと2人派遣しよう。前線に、前線に派遣しながら敵を倒すというわけで、大神はもう確実に残しとこう。まあ、バシオンのチームだな。私、ね、まずは機動力があるから。私だって PMF だから。かなりの長期戦にはなりそうだな。晩御飯大盛りで許して。これで飛んでけ。運命って克服できる。ユーリはちょっとここら辺にいてガードしながら倒す。神聖なる剣族は置けません。巻き起これ。ピコーン、敵を釣られて。あまりかい。あやいさ。し、
2万1000かあんねここは一気に片付けます。この一戦引けません。倒そう。勝利の後はパンプキンコーヒーで。ここはな、やつらの攻撃を食らう恐れがあるからな。死の派遣組はストライダーヒリーはもう確実に派遣するっしょ。ちょ、 X が邪魔だな。まあいいや。まあチュンリーもちょっとザコを倒すのに役立つから、ん ?3 体派遣できるのか戦力的に。いやまあ勝手な俺の戦力判断だけど、3体派遣しよう。こいつ威力5あるからこのあれでいくか。でここだ、そうだ、ここが1人死んでるから2人しか派遣できないっていう話だ。まあ、こいつほっとこう。で結構減ってる感じがするからチョコレートを毎回食べよう。ターンの終わりに。ターンの終わってねえしまだ。じゃあここはこの3人で行きますか。ライトニング総攻撃を開始しよう。ここが勝機。これが私の答えだ。パワー全開。キャプテンコルド、任務完了。イレギュラーはどうして。なるほどね、全員を蘇らせるアイテムはちょっとここで進軍してった時に確実に全体攻撃にはまるからな。よし、でこの4人で防衛するか。了解。行くぞ。ま、大丈夫でしょう、この戦力でいけるね。完全防御と、ま、これをね使ってきてくれる分には全然完全防御で防げるからいいんだけど、全体攻撃を使われるとかなり厳しいよな。こっち何の攻撃だったっけ。この強さ64ビット級。攻撃を間違えたっぽい。もうこれはさっきと同じパターンでやれば倒せるっていうのが分かるから。どっち。もうあれか、ああ射程がないのか単純に。来るねー、こいつらを排除しつつ。オーマのエージェントは動かないってか。これ飛んでる、これずるくね。回り込まれたらちょっとどうにもならないんだけど。やるぜ、仕事だ。まあいいや。レイジ、ここは攻め続けるしかない。最後の時あんまり強くはないなこいつら。皆さんご一緒に解散。どうじゃ、面白いか、わしらの底力。コスモスちょっとブーストかけていくか。ユーリを派遣した方が良かったかな。まあいいな、今更だし。でこいつらいいやつとここで待ってるでしょ。でチュンリーはちょっとこっちの方に行って、なんかめっちゃ食らってるけど、ストライダーヒーローも他
から攻撃をかけよう。こいつを倒す。そうさ、最終的にはさ、ビアクシン攻撃をかけないといけないから、ストライダーヒルちょっと残しとこうかな、そこら辺に。そうだな、ストライダーヒルは残しておいて、一人ずつ残、あ、ちょっとこいつは進まなくていいんだ、一人ずつ残しとこう。ビアクシン要因、じゃここの部隊を白身要員で残しておこう。で、こっちの部隊とこっちの部隊でこの4人を倒す。よし、それでいこう。後ろを取れるな。あいつの射程に入るけどしょうがない。ここで倒します。突入。攻撃力を上げるアイテムみたいなのはないですからね、これ。勝利の後は。ま、だいぶ片付いてはいるか。このターンはこれでいいかな。じゃあ最後にチョコレート食って、ターンエンドと。ほら来たよー。おー、生き残ったねー。生き残ってねー、死んだよ、二人。負けちゃったんです。射程の外に出とくか。私がついてるから。あ、それか、一人だけ射程の中に入れて完全防御でしのいでいくか。頂上の誰だ、反撃ができる。意外に距離近かったんだ。クロスオーバーとマンコーリアホームラン。この強さ64ビット級、飛んでいけ。貫いて効果方針全体スキッパキャー。効果方針復活薬かな。足りるかどうか、そこだな。攻撃開始。起動です。お、こっちに来た。任務了解。これはもういけんな、気絶してるし。皆さんご一緒に。息あり。こんな出来ではレイジの行動開始。やられ。みんな見てて、行きます。1万8千か。百式みたいなやつが、名前がね、百式みたいなやつがちょっとパワーあるのか。いくつだったっけな。これって会心の出来ってやつ。一人尽きることなき我が手足よ。これさ、一定の敵を倒すと増援が出てくるっていうパターンね。いっぱい出てきた。なかなかめんどくさい面だな。チュンリーもやられてんのか。さてさてさて、じゃあチュンリーをおとりにして、あとは引っ込んでるか。なんで、どうしよう。まず使ってしまおう。状態異常の、すべての状態異常。いや、ダメだな。ごめんなさい。これで全回復させて。チョコレート食って。で、ここは、3人まとめて、16000。4人入る。やつも合わせて。いや、どうせやつは回復するんだけど、百神。88とか。本来だったら部下101体いたのかな ?44 万。で、射程の外に出てれば、問題ないっしょ。ここはね、大丈夫なはずなんですよ。よし。ここで。あれ?どこだ?
この門を守ろう。で、レイジはもう池崎行こう。どん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 。ああ、7枚あんのか、こいつ。プラズマフィールドを展開しておいた方が良かったかもしれないな。進むしかないもんね。5000残ったか、しょうがない。これが世をつかさどる断りなり。後ろは狙えない。横からこいつを攻撃するか。こう見えても先生ですからね。見せ場は譲るぞ。お、反撃。こっちは反撃行くのになってもな。別にって感じだし。これは倒せないな、技使っても。だったら貯めておこう。そうするとここもちょっとガードを張るか。お待たせ。よし、さてさて行くか。これが俺のプレゼント。場外だ。風神力圧勢あらわり。この強さ64ビット級。次からあれだな、プラズマフィールド展開しよう。ちょっと遅かったな、クリティカルタイミングには。真面目に遊びきれなかった。行くぞ。これが葉月流だ。何なんだ、あの葉月くんの攻撃めっちゃ飛ぶな。体力自慢ってやつか。おっと、あれここも食らわないよね。こっちまで来ちゃったけど。これもうちょっと食らったら回復させるだけの余裕はほとんどないぞ。射程がいくつなのかって確かめられるのは入ってるな。チュンリーが入ってるのはしょうがない。まあいっか、2つくらいだったら使っても一緒。お、いいね。はい、だぜ。お、動いてきた。なんだなんだ、来るんじゃん。応戦しなくていいや。いいよ。ま、こいつらほっといていいでしょう。50使っちゃってあるから貯めよう。これはもうちょっと完全にプラズマフィールドを次展開して。ごきげんよう。負けるわけにはいかなかった。やくやかい、ギャーン。この待ってください、行きますから。もう誰も傷つけさせない。終わらせます。2万ちょいか。あ、これ最後の攻撃で50。あ、そう、危ねえ。あ、37レベルか。やっぱコスモスな、機動力の低さが。お前はそこで気絶してろ。おお、俺たちじゃない、気絶するのは。おとりはあいつで十分。ちょっと攻撃力を見ておこう。プラズマフィールドの重ね掛けをして意味があるのかということ。704プラズマフィールド展開、880で SP を回復させて、
880からさらに上がるかどうか。あ、あるんだね、880で。ほい、上がるね、1056。ここまで上げとけばもうとりあえずシースを倒すか。始めましょう。百夜を倒すから、先生に任せちゃってください。よし、切ります。一撃必殺ね。はい、しみれ。よしで、レイジも多分もう SP 結構回復してると思うんで、115 15% 上げて、 15% 上げて、 15% 上げて、 1386 まで持ってく。で XP 82% あるから、攻撃してるうちに溜まるでしょう、こいつは。終わりだ。なるほど、先生のブロック外しで、まあ、絶対いけるから。皆さんご一緒に。意義あり。よし、この方の資格はない。フォローは必要への奇跡。5万か。当たらなかったか。まさるじゃ。まあさすがといえばさすがだな。ここまで来てしくじると。やばいやばいやばい、死ぬぞこれ。危ねえ危ねえ。ヒットポイントさえ残ってればな。なんとかなるから。引き絶してるんかい。やつはもう来るのを待つでしょ。強気で。じゃあこっちの方に行くか。こうやってこいつを倒すか。モラルが引きずるで。こいつやっぱ怖いや。親父見ててくれ。超強い。3000とかあったんだ。手ごわいな。さくらちゃん、さくらちゃん、あれいけない、こっちから登っていかないといけないの、もしや。失敗した。でヒットポイントちょっと回復、回復錠みたいなのがそこそこあるから、これ使って、人にと 50% 回復させるやつか。よし、これでいいかな。ん、誰だ、2人入ってんのか。死んだな。これが厄介だな本当に。はい、注目。あいつは動かないな。プラズマフィードがかかってるうちに、減らせるだけ減らす。今だ、突きつけ。皆さんご一緒に。いきなり。バイバイ。2700とか使いたくないけど倒そう。シャオムゾーン、まさるじゃん。いやー、なんか勝っちゃ。オーケー、でもいて、こりゃまずいな。へへ、姉子すまねえ、俺はここまで見てえな。我ら恩は正しき混沌のために、姉子先に行きますぜ。お疲れ様、ゆっくり休んで構わなくてよ。そうしまさ、心残りは結婚だな。独身だったのか、やつは。かわいそうだがしょうがない。負けられ、生徒には見せられませんね。もう誰も傷つけさせない。止まりなさい。残るね。コスモスなんだ、ちょっと攻撃力弱い。いいよ。まだ。緊急リポートです。華麗に決めます。ザ・ワールドにリズムゲームのよ。ああそうか、どん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 来るんだね。これは3体くらい倒したらもう
ガードする方向でいいんじゃないかな。あいつ死んだままでいいかな。でチュンリーはもうこれでここの3体を倒す。さよならグッバイ。でこの2人か。まあ例によってまずはちょっとプラズマフィールドを展開しておこう。ほい、2回展開しとこうかな。まああるしね。ほい、 OK。でバッシュロンのチームどうしようかな。行かせるか。ちょうど間に合いそうだな。でシースが先に倒せるから多分攻撃で倒せるな。シースはちょっとどうだ。ここか、横から1万8000だもんね。まなるほど、先生で外して、で 100% 溜まるでしょう。おう、アリスレイジ、シンラのエージェントのパワー覚えておきます。このデータ必ず北米支部が。追いかけっこは終わりだ。童話の終わりは残酷なものさ。グッバイボーイ。ミスサヤ、後のことうまくやりにしたいね。ええ、本当にありがとうシースちゃん。いつか向こうで遊びましょう。ふう、騒がしいやつじゃったが少し寂しくもあるの。やつは敵だった。物語の結末は変わらん。北米支部いいのか。貴重な人材を失ったぞ。破壊します。日本の支部怒られないかな。人の部下を。まずは社員セーバーから。召喚援護する。攻め続けろ。こいつ勝手な。もう誰も傷つけさせない。バルト、シャットダウン。や、想定に倒せんな。まあ、次コスモスで倒して、もうアリスレイジは向かわせるでしょう。はサヤの方に。どこだ。さ、修行の邪魔はさせん。クソ、オムラン。こいつ倒してちょっとほっとこうかな。これだって入れないよね。来ても、うん、入れないからここはちょっとほっとこう。よし OK。 じゃあまた例によって回復させるか。チョコレートじゃなくてバイタルスター使おう。これで完璧だ。で完全防御と。うん、さや動かねえな。てか反撃で倒せんなこれ。やり、こう見えても先生ですから。シャットダウン。もう誰も傷つけさせない。それで終わらせない。 OK。シャットダウン。ルックス 5% 低下。ピオルン、宣伝してください。今さら励まされても。ヒヒン、どうやらここまでのようだな。我ら大間、正しき混沌のために。サヤ様、一足お先に。ええ、また会いましょう。必ずね。はい。負ける気満々だな。おお、見えない壁が。そう、みんな倒れたのね。残るはお前と白神だけだ。さや、私が倒れても大間がなくなるわけじゃない。堂々巡りよ坊や。だが足を止めるわけにもいかない。いつか旅の終わりが訪れるまで。そうね、決着をつけましょうか。あ、来る。てかさ、大間のトップって誰なの。よし、
エージェントがどれくらい偉いかだよね。ちょっとこいつの射程ギリギリのところにストライダーを置こう。行くぞ。わからん。ここ大丈夫なんだっけ、ちょっといまいちわからん。あ、大丈夫だな。ストライダーのもう一歩進んだところが大丈夫か。さてさてさて、じゃあちょっとバッシュロンとかは意味なかったかな。今回はちょっとあれを使うのはやめておくか。自力で上げる。9万7000とか。これで解決だ。決めようよ。いきなり逃げよう。おい、4万残るか。プラズマフィールドをかけてないからちょっと無理だな。これはこのターンはこれで終わりにするか。防御でいいでしょこれ。ほらほら、反撃はしておこうかな。食らって死にそうだけど必殺技を。負けられます。まあでもこいつもう白身のところには行けないからな、距離的に。いや勝てーわ。もう誰も傷つけさせない。あー、これはもうレイジに任せよう。100貯めて次のターンでプラズマフィールドを1回展開しておく必要がある。防御、防御、防御。敵が減ったら出るんじゃないんだ。じゃああの3人倒そう。まあ、まずは霊によって私だってこいつら3体を倒す。グッバーイ。完全にこいつもうエースだな。撃墜スコア半端ないぞ。ただ XP が1になっちゃったかな。1回かけられないか。ロジストを使ってもう1回使わないとダメか。でプラズマヒューズ展開のパイングミ使ってでプラズマヒューズ展開。みんなあとはレイジに合わせて結界1個使っちゃおうかな。結界じゃなくてなんだっけ、一番いいやつがあるんだよね。骨付き原始肉、これスペシャルグミでいいか。ちょっとなんかこいつあれになってんな。で後ろから狙えばもうバンジー OK でしょ。外せるんで嘘かけーな。てか普通の攻撃で倒せそう。いいよし片付けた。球児の方、ふう、この体ももう限界みたいね。終わりだ。さやあん、坊や、これであの時の因縁にも決着がつくのね。遡れば10年前、あの時の戦いから続く神羅と大魔の。さや、この体もと言ったの。一つ聞く、10年前の事件、それより前、主はどんな体を使っておった。何？なかなかやりてね、おちびじゃん。こんな状態の私にそんなことを聞くなんて。どういうことだ、ショウム。ふふ。これからいなくなる者がこれからも生きる者に言うことじゃない。でも白神は手強くてよ、真の混沌は向こうで見届けようかしら。別れの言葉をくれない坊や。地獄に落ちろさや。あん、冷たいのね。またいつか、レイジ。うわ、毒、最後の毒を食らった。
白紙に送られていたエネルギーが切れたの。干渉に浸ってる時間はないのよ。レイジ、最後じゃ。わしの主のみんなの最後の戦いじゃ。愚かな揺らぎの歌は止められぬ。計画に従い、世界を正しき混沌のもとに一つとする。眠りにつけ白神、お前はただの道具に過ぎない。そうじゃな、世界の行く末はそこに住むわしらが決めることじゃ。それが生きとし生ける者の宿命なんじゃ。そして俺たちはそれに従ってお前を滅ぼす。最終話、定めの国のアリス。